はい、毎度おなじみ天の声です。今回は名古屋にある超有名デカ盛り聖地、カフェテラスダッカさんに初訪問してきた時のやつです。ダッカさんといえばね、特盛りと呼ばれるとんでもないサイズのデカ盛りで有名なんですけど、今回はねちょっと様子見ということで、特盛りではない、普通のね、普通のランチメニュー、ランチ AB を頼みました。そう、普通のねランチメニュー頼んだはずだったんですけど、登場したのは画像の料理。ちょっとね何言ってるかわからないと思うんですけど、僕もね当時何が運ばれてきたのかよくわかりませんでした。皆さん、これがね名古屋のデカ盛り聖地です。これ後からわかったんですけど、この AB ランチね、ここ1年で50人以上が注文しているにもかかわらず、完食した人たった2名らしいです。これねやってしまったかもしれん。さあ、無事に生還することができたのか、続きは本編にて参りましょう。それではどうぞ。はい、ってことで、ダッカさん AB ランチ食べていきたいと思うんですけど、いや想像以上にやばくて笑いますね。さすが名古屋を代表するデカ盛りの聖地。ちなみにこちらなんですけど、ご飯とねパスタのダブル炭水化物ね柔らかハンバーグが2つ、そしてね、現時点ではちょっとねパスタに隠れて見えないんですけど、山盛りキャベツか皆さんから見てね右奥に隠れております。いやね、このハンバーグもねだいぶでかいんですけどね、ちょっと他がでかすぎてねなんか可愛く見えちゃいますね。ちなみにソースはねカレーミート、デミソースから選べるんですけど、ミートにしました。これね上から食べないとちょっと崩れちゃいそうなんで、まずはこのね一番上に乗っかっているパスタから食べていっております。標高高すぎてもはや皿についてないんで、白飯の上でパスタくるくる巻いてんのシュールすぎるでしょう。でこのパスタにはね、今回頼んだそのミートソースがたっぷりかかっているんですけど、ダッカさんのミートソース特徴的で、一般的なミートソースと比べてねちょっとスパイシーで、色もね松崎しげるさんみたいに若干色黒なんですけど、これがね結構今食べてるパスタとか、下に控えるねご飯に合うんですよね。本来甘さが勝つミートソースに程よい辛さが混じることで、一気にね炭水化物との相性を良くしております。さあ、そしてここでハンバーグもつまんでいきます。こちらね全体がでかすぎるせいで、千切りキャベツの、横に添えられているトマトみたいな感じになってましたけど、普通にねこれ一口じゃ余裕で収まらないサイズしてますね。しかもねこのハンバーグただでかいだけじゃなくて、めちゃくちゃ柔らかジューシーでうまいんですよね。もうフォーク刺すだけでね、肉汁吹き出しながらねホロホロと崩れそうになるレベル。そしてこのねハンバーガーにも当然先ほどね、ドロドロ濃厚甘辛ミートソースが効いてくるんですよね。このソースかかったハンバーガーね、本当にねこのほかほか白飯と合うんですよ。白飯手をつけるのね、パスタ食べた後にしようと思ってたのにね、ハンバーグと白飯の相性が良すぎるせいでね、白飯に浮気しちゃいましたからね。さあ、このカフェテラスダッカさん、最初にもね申し上げたように、名古屋ではね結構有名なデカ盛り店なんですけど、知らない方も多いと思うんで、改めてねダッカさんの紹介をしていきたいと思います。カフェテラスダッカといえばもう名古屋でも1、2を争うデカ盛りの聖地で、中でもね特盛りと呼ばれるダッカさんの中でね一番サイズがでかいメニューがね特に有名ですね。実際にね画像がこちらになるんですけど、ねもう絵に描いたようなデカ盛りですよね。オグリキャップが食べてるやつ実写化したら多分こんな感じです。こちらねとんでもない量ってだけでなく、食べきれなかったら挑戦側、すなわち注文した側が全力で謝り、逆にね食べきったら作った店主さんが全力で謝るという、他に例を見ないなんともシュールなルールがあります。こんな感じね、もうどこを掘っても個性しかない店なんで、過去にもね様々なメディアで取り上げられた経験があります。そしてね、今回食べている AB ランチも当然特盛りではなく普通の大盛りランチです。いやね、もうマジでおかしい。ちなみにね、直前までね、特盛りにするかどうかでね、悩んでたんですよ。ただね、ダッカさんってなんかね、もう年々量が増えているっていうね、噂があって、確かにね、ネットで調べてみると、2010年頃でね、特盛りとは3年ぐらい前の、2017年ぐらいのね、特盛り全然量違いますし、なんかね、お店のメニュー表にも、
2018年より年々増量中って小さく書かれてたんで、これはねやばいなってなったんですよね。ただまあそれだけで諦めたらさすがにね、僕の心の中の松岡修造が黙っていないと思うんで、店員さんと一緒にね切り盛りされてる奥さんの方に特盛りって何人前ですかって聞いたんですよ。そしたらね、7から8人前ってね答えはったんですよね。それ聞いた僕はあれ案外いけそうやなって思いました。だってね、普通の動画でね、15人前ぐらい食べてますし、実際に、1人前を、例えばね、牛丼並盛り 350g で、換算したとしたら、15人前あったとしても、5250g ですよ。これね、制限時間ありだったらまだしも、完食チャレンジなんで、さすがにいけるやろと考え、特盛りね、ちょっとね、注文しかけたんですけど、そこでね、脳裏を読みたのが、ネットで見たね、数々の物騒なデカ盛りだったんですよね。いや、待てよと。あれが7から8人前かと。そもそも1人前って何やって思って、冷静になった僕はね、一旦ね、ちなみに1人前って何グラムですかってね、ワンクッション挟んだんですよね。そしたら、奥さんの方が、重さは分からんけど、うちの並盛りが1人前ですって、言いながらね、指を指した先にあったのは、このね、画像のピラフバーグ並盛りです。これ見た次の瞬間にはね、もう AB ランチでお願いしますって、自然とね、オーダーしましたね。もう考えるより先に口が動いてました。いや、だってね、これ画像じゃ伝わりづらいと思うんですけど、器もね、まあまあでかいんですよ。ご覧のようにね、このね、でっかめのハンバーグがすっぽり収まるサイズで、しかもね、細い方の径で収まってるんですよね。この器にね、もう山盛り入ってて、推定ね、1から 1.5 キロぐらいはありそうなやつが、もう7から8人前ってね、多分ね、見たことないやつ来るんですよね。もう知らない世界、もう知ってはいけない世界の子が来ると思いました。いや、ほんとね、もうあと一歩のところでね、思いとどまりましたね。ちなみにね、この AB ランチは4から5人前だそうです。いや、マジでね、特盛りいかんくてよかったです。いや、これ絶対ね、4から5人前ちゃうやろ。もうお相撲さんのね、4から5人前ですね。ちなみにね、余談なんですけど、これね、後から分かったことなんですけど、このね、AB ランチですら、まだね、真の姿じゃないらしいです。店主さん曰く、普通サイズの AB ランチ、ちょっと普通サイズってなんやねんって感じなんですけど、こっからね、店主さんの気分で、さらに2から3割増えるらしいです。もう AQ 案さんね、見ましたね、この感じ。てかね、3割増しっていうとね、5キロなら 6.5 キロ、6キロならね、もう 7.8 キロになるんで、もうだいぶね、話変わってきますね。ちなみにね、天使さんは公園には僕のこと知ってはったみたいで、あんたやって分かってたら、もっとスペシャルなやつで行ったのにってね、若干ね、悔しそうにしてはりました。いや、僕としてはね、命拾いしましたね。こっからね、3割増えてたらね、もう生きて帰れなかったと思いますし、あくまでね、天使さんの体感3割増しなんですよ。こういう時ってね、多分ね、5割ぐらい増えるんですよね。いや、しかしね、そもそもこのね、普通状態の AB ランチですら、数年前に更新されたブログとかで見るやつとはね、もはや別物になってますし、もうパワーアップしてるっていうね、噂は誠でしたね。皆さん、これがね、2021年、令和3年、現在のダッカさんです。最近ね、昔に比べてね、結構ネットに上がってるダッカさんのデカ盛り画像少なくて、なかなかね、状況わからなかったんですけど、これあれですね、多分量増えすぎて、もはや一般人には手に負えないレベルになっただけ説ありますね。さあ、カフェテラスダッカさん、ここまでのお話で、名古屋のね、デカ盛り聖地の名に恥じないどころか、それすら余裕でね、超えてくる世紀末サイズが出てくることは、すでにね、お分かりいただけたかと思いますけど、じゃあ実際にね、何がでかくなるのか、すなわちね、メニューについて紹介していきたいと思います。まずはカレー。2種のスパイスにたくさんの果物でコクを出したこだわりのカレーです。そしてね、器は当然、先ほどピラフバーグが入っていた巨大バーグがね、
もう余裕を持って入っていたあの自慢の器と同じ。ダッカさんのメニューね、カレーに限った話じゃないんですけど、まあ、メニュー表だとね、そんなに大きく見えないんですよね。まあね、この器がまさかあんなサイズしてるとはね、思わないでしょうし、まあ、しかもね、大抵このメニュー表の画像よりもさらにね、盛られて出てくるんですよね。日本のサンプルが逆の意味で参考になりません。まあ、勘の言い方ならね、まあ、この画像のキュウリの小ささとかで、まあ、全体のサイズ感を察することができるかもしれません。まあ、ちなみにね、これカレー、これもね、まあ、カレーに限った話じゃないんですけど、まあ、ダッカさんのメニューっていうのはね、まあ、300円追加で大盛りにできます。まあ、大盛りの量なんですけど、これがね、なんとね、並盛りの2倍あるんですよね。なんでデカ盛り店って当倍の次2倍になるんですかね。1.2 倍とかね、まあ、1.5 倍とか刻むことを知りません。まあ、300円でね、あの具材も含めて2倍にできるんで、当然ね、どのメニューにおいても圧倒的なコスパを誇るんですけど、まあ、そもそもね、もう並盛り時点でね、1キロ超えてくるんで、まあ、大盛りだともう2キロ超えは確実。まあね、一般の人にとってはね、おそらくオーバーキルでしょうね。逆に、まあ、ダッカさんの大盛り食べられたら、まあ、その辺の大盛りとか特盛りはおろか、まあ、ある程度のね、チャレンジメニューなら普通にね、クリアできると思います。他のお米系としてはピラフもあります。ピラフとね、同じぐらいキャベツ乗ってて笑いますね。まあ、パッと見ね、半分キャベツだとちょっとね、ピラフの量が少なく見えて損した気分になるんですけど、まあ、多分ね、これ両方とも普通の店の2倍ぐらいの量あるんでご安心ください。まあ、亜種としてね、ピラフワーグもありますね。このようにダッカさんでは、まあ、この動画でもね、出てきた柔らか巨大ハンバーグが乗った亜種メニューがね、プラス300円で各メニューに用意されております。そしてここからは麺類、ダッカさん人気のね、まあ、焼きそばですね。まあ、ダッカさんの麺類っていうのはね、もう全部鉄板焼きなんで、もうなんかね、それだけでもうね、美味しそうに見えますよね。そしてね、こちら4人前までね、大盛りが選択できるんですよね。まあ、ちなみに何度も言いますけど、まあ、ダッカさん基準の4人前は、このね、まあ、今回の動画に出てきているこの AB ランチサイズなんで、まあ、これと同じぐらいのね、まあ、焼きそばのデカ盛りが出てきます。まあ、多分ね、9割死にますね。なんならね、もう並盛りでも多分ね、この写真よりでかいんでできそうですよね。まあ、ちなみに亜種としてカレーと焼きそばが合わさったカレー焼きそばがあります。この炭水化物とりあえず同じプレートに盛る発想、名古屋感があっていいですね。さあ、そして最後はダッカさんの中でも特に注文する方が多い鉄板そば。これもね、めちゃくちゃうまそうですね。ただね、まあ、ネットに上がってるデカ盛り画像を見すぎたせいで、このね、普通サイズの方に違和感を覚えてしまうのは僕だけでしょうか。まあ、ちなみにね、あの鉄板そばは全部で3種類、イタリアン、ミート、インディアンがあります。まあ、イタリアンはね、ナポリタンみたいな感じですね。鉄板の卵とね、上に乗ったソーセージがさらなる食欲をそそります。まあ、粉チーズをかけるのがおすすめだそうで、濃厚なケチャップとのね、相性が抜群らしいですね。ただね、他の麺類と違って一番オイリーなんで、デカ盛りの難易度はダントツで高いそうです。さあ、そしてお次はミート。ミートはね、この動画でも触れたダッカさん特製のね、甘辛ミートソースがかかったスパゲティですね。この AB ラッキーで食べた分でもね、十分その潜在能力確認できたんで、これはね、もうぜひ鉄板焼きでもっと大きいの食べてみたいですね。ただし、程よいいい感じの量でお願いします。まあ、ちなみにね、デカ盛りの難易度は癖がなく食べやすいため、まあ、先ほどね、イタリアンと打って変わって、麺類の中では一番簡単かと思われます。で、最後はインディアンですね。まあ、こちらはスパゲティにカレーソースがかかったもので、カレーパスタみたいなやつですね。まあ、これもね、名古屋飯として地元で愛されるソウルフードらしいです。まあ、名古屋飯、守備範囲広すぎんか。まあ、カレーのところでもね、説明したように、ルーはね、2種類のスパイスとたくさんの果物を使用してコクを出した自家製のもので、このね、インディアンスパゲティ様でもね、そのポテンシャルは遺憾なく発揮されている模様。これもね、また食べてみたいですね。ただし、程よいいい感じの量でお願いします。さあ、もろもろ語っている間に気づけば残りわずか。このね、残ったご飯を、まあ、皿の底にね、取っておいたミートソース、チャソと絡めて、まあ、最後ね、爆心していきたいと思います。
さあメニュー紹介の方で、まあ、先ほどね最後鉄板スパって申し上げたんですけど、僕が今回食べたのにハンバーグランチ系統を忘れてました。こちらねランチ限定で提供されているメニューで、ご飯、パスタ、ハンバーグ、キャベツが盛られた欲張り全部のせいセットですね。途中でも触れたように、まあ、ソースがねカレー、ミート、デミの3種類から選びます。そしてねこちら大盛りが少し特殊で、まあ、ハンバーグ以外のねご飯、スパゲティ、サラダが2倍になった大盛り A と、ハンバーグだけが2倍になった大盛り B の2種の大盛りが存在します。まあ、ここからさらにね大盛り A が2倍になったのが、まあ、今回食べている AB ランチです。まあ、AB ランチとあるんですけど、まあ、構成的にはね AA ランチですね。まあ、最初の並盛りハンバーグランチと比較すると、まあ、ご飯、スパゲティ、サラダが4倍、ハンバーグが2倍になっています。なるほど、確かにこう見ると4人前ですね。ただね元の基準がねまずおかしいんですけど、ちなみにメニュー表には AB ランチの横にチャレンジメニュー登竜門と書いてます。この登竜門傾斜きつすぎんか。さあ長くなってしまったんですけど、以上がねダッカさんのメニューです。まあ、デカ盛りの方もねちょうど完食しそうですね。まあ、ラストはミートソースのたっぷりかかったサラディを口に運び、ごちそうさまです。はい、ってことでなんとかね無事に食べきれましたね。まあ、ダッカさんね初訪問だったんですけど、まあ、想像以上の盛りと味でもういろんな意味で、ね、噂以上でしたね。まあ、他のメニューもね名古屋らしい、どれも特に B 級グルメ好きにはねたまらない内容ばっかりだったんで、またね近々訪れたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。